こんにちは島田です、えー、5月のメルマガの解説をさせていただきますよろしくお願いします、えー、5月はですね1ヶ月かけてクロージングに関してお話をしました、えー、まず最初がですね考え方ということで、えー、まあ、我々がやっているこの営業っていう仕事は正義なんだということで、えー、思っ てないとですねやっぱクロージングが弱くなるんで「えー、ワンピース」のこの「正義」って書いてある <laughs>、えー、ちょっとね持ってきたんですけどあの本当にね心に正義だっていうねそれと契約は当然なんだっていうあの考え方を持ってやる、えー、マインドセットをまずそういうふうにしてくださいよっていう。 これが最初です。スタート時点はこれなんで、これがないとクローズは弱くなります。えー、次がですね、クロージングのタイミングに関してなんですけど、えー、クロージングっていうのは、えー、商談をして最後の最後に言うんだよっていうのはブブブ,ブなんですね。あのもうそれこそ、アプローチイコールクロージングぐらいにね、 えー、魚屋のおばさんのように「今日は何にするね?」ってね「<laughs> 今日は何にします?」ってこれすごい遠くだなと思うんですけどねそういったアプローチイコールクロージングが理想的なんですよ理想的なんですけどなかなかそうはいかないということで、えー、かなり早い段階例えば説明をする段階でもあのー まあ皆さんやっていただいてるんであれだったら持ってきましょうかとかね <laughs> あの安くなった中で導入できるんだったら別スは問題ないですよねってクローズしてみるとかとにかく意識的にクローズを挟んでいくでお客さんからお「いいね」とかって言われたらあじゃあ来週10日ぐらいにお持ちしましょうかみたいなねそういったクローズをボン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 挟んでいく。 あやられるんだったらこっちのタイプとこっちのタイプどっちにしときますみたいなね <laughs>、えー。というのを頭に置く。それとイエスが出たらとにかく即クロージングする。えー、これはちっちゃなイエスでもうーんってうなずく感じでもいいです。あこれイエスだなと思ったらもう即クロージングをかけるっていうのをあのとにかくやってください。あのまあね 面白かったのが、元コーのトップセールスだった人と話したときに、あのこのクロージング、テスクロの話をしたら、ジャブスすね、みたいな話をされて、ジャブスすよね、ジャブって、あ、これいい表現だなってね、えー、とにかくこう、いきなりね、カウンター狙うんじゃなくて、ジャブを入れながらカウンター狙う的なね、<laughs> 本当にいい表現だなと思うんで、 ちょこっとでもイエスが出たら、えー、ジャブを入れていく。ただ、それで決まんなくても、まだやるとは言ってないっていうだけなんで、そうですよねって言いながら次の話題に振っていく。こんなイメージですね。えー、それで軽めのクロージングっていうのは、まあ、 やるとは言ってないけど工事日を決めるであるとかあのまだやるとは言ってないけど在庫の確認するとかそういうのが軽めのクロージングの1つ目でよく使えますよとあとやっぱ軽めのクロージングで使うのが選択させるクロージングあの入れられるんだったら白と黒ありますけどどっちが良かったですかね入れられるんならこれ壁掛けとあの置き型タイプとどっちにして きますかみたいなね、えー。とにかくそういったクロージングをポン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 、あのさっきのタイミングで使っていくっていうのを頭に置いておいてください。で、最強のクロージングっていうのは、とにかく動きによるクロージングだっていうことであのご案内したんですけど、まあ、我々のね、えー、リース契約書とか書くような 営業の場合は、リース契約書出して、すいません、印鑑くださいってやってこう書き始めるっていうのが、これはね、強いです。えー、ということで、まあ、ある程度ね、もう料金もいって、まあとはやるかやんないかなと思ったら、もう書類出して、すいません、ご無印くださいってね、えー、やるあの。もうね、破られろ。もう最初ね、1枚、2枚破られなくていいの。 えー、気にしないで、えー、やってみるそうするとね、うん、すごいね、えー、書類っていうのはクロージングの武器だなっていうのを気づきますから、えー、やってみてくださいで最後がですね料金のクロージングと限定っていう話したんですけど料金っていうのの提示イコール契約ぐらいあのすっごい重要なんですよね それで、あのまあ、料金を普通にポンっていうだけじゃないっていうのかなあの。例えば複合機であれば、その料金、リース料はこうかもしれないけど、カウンター料金が今度こうなるんでとかね、えー、導入によって安くできる部分がもしあるんであれば、それを あの強調してお話ししてまあ差し引きたった1000円で導入ができるんですよとかねえ例えばビジネス本でもそうですけど回線の,あの通話明細とか出してもらっていらないものないのか少しでも安くできるものないのかっていうことで探してね安くできるものがあるんあれば安く。 あの見せることに使えますし、あと、金額を言う場合も、通常であればこの金額ですよと。それ今回、特別にこの金額です。ただ、今日委員会いただけるんだったら、この価格ですみたいなね、あのそういった出し方。 あのなるだけですね安く見せてしかも今買わないと損をするっていうね機械損失の、えー、恐怖で煽ってあげるっていうことをぜひぜひね頭に置きながら、えー、料金提示がすっごい勝負なんで、えー、ぜひぜひなんだろうな昔ね数字のマジックを使う 営業ですねみたいに言われたことあるんだけど本当にね数字を頭の中でこういろいろこう組み合わせながらやるとびっくりするほど安く表現できる例えば電話機だったら1台あたりたったのいくらですっていう言い方もあるしあのー。 普通にポーンって言うだけがノーじゃないんで少なくても自分があこう言われたら安く感じるなっていうところまで練りに練って出すようにして欲しいんですねそれで料金を出した上でこの限定性と絞り込み要は今だけなんだよっていうのとあなた買えないかもしんないよっていうようなね絞り込みをやると あの人間っていうのはすぐ例えばんだろうなあのセミナーとかでもそうなんですけど「あの今回いくらいくらいですとただ今回参加できるのって3名だけなんですよ」とかねいうことで絞り込むとか、えーまあ、私がよくやるのは「ただしこういった方はご遠慮願いますね」って言って。 あの自分が行動しない人とかね行動しないような人はねセミナーには来ないもんなんですけどねわざとそういうふうに言ってこう絞り込んであ俺は申し込む資格があるんだみたいにさして申し込みに促すっていうようなね。と、えー、ということで、あの まあ皆さんねあんまり料金を提示するっていうのがクロージングだと思ってないんですけどすっごいここ重要なんで頭に置いてぜひぜひねクロージングを使いこなせるようになってください。終わります